い、どうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。ババーン。ジャンドバードクラスですね。になります。まあ、最近も紹介したんですけど、それのアルキミー版ですね。はい。まあね、もともとバードクラス、私も大好きで、結構なね、頻度で使ってるんですよ。はい。まあ、いくらでも個性散らせるだけのパワーがあるんでね。はい。それで、なんで今回使おうかというと、まあ、新しいカードが1種類出ましたよってことで。はい。ラヒルダさんですね。はい、このカード、2マナ22の狼男で、まあ、ファーストストライクと、まあ、ダメージ与えた時に相手のデッキから、まあ、土地以外のカード1枚を無作為に持ってきて、それを使いますよっていう効果になります。はい。まあ、これのおかげでね、結構リソース不足に陥りがちだったこのデッキでもリソースが回収できるようになりましたよっていう新しい強化ですね。はい。もともとこの枠ってマグダが入ってたんですけど、まあ、今の環境で、マグダってすごい使いづらいんですよ。はい。どうしてもね、タフネス1ということで、まあ、アルケミーには、タフネス1でやばいカードいっぱいいますよね。サリア、公共の野心家、まあ、今言ったマグダ。で、あともう一つが、ドラゴンなんですよ。恐ろしい古流だったかな。で、あいつもね、タフネス1ってことで、結構ね、赤いデッキから、トゲ変幻の危険飛んでくるんですよ。はい。そういうので、マグダの信用度っていうのは結構ないのかなってことで、もともとスタンにはあんまないんですけどね。はい。そこを全部ラヒルダに変えた形ですね。はい。これによってね、まあ、マグダってサイズ上げても、まあ、殴ってタップンヌンとかで、戦闘にはあんま介入できなかったんですけど、まあ、ラヒルダだったらね、まあ、サイズ上げるとファーストストライクだったりとか、ダブルストライクだったりとかね、まあ、戦闘への介入っていうのがすごいしやすくなったのかなと思います。またね、まあ、これが、狼男ってことで、まあ、エシカの戦車とかもね、使いづらくなったっていうことも含めて、トブラをちょっと多めに採用しました。はい。このカードってバードクラスかであったら1万で出せるんですよ。はい。まあ1万で出せて、まあこんだけね、ラヒルダとかもいるっていうのであれば、まだまだ使い道もあるのかなってことで、なかなか面白くなったのかなと思います。またね、アーリンとかもあるので、まあ結構使いやすいデッキタイプにはなったのかなと思います。はい。そしてね、もう一つ。このデッキ、まあバードクラスデッキなんですけど、バードクラスがなかったとしても動くことができるように組んであります。それが、カレインプラス払われルートですね。はい。2ターン目カレイン、3ターン目ハラーレを出すことによって、まあ、カレインが4号になるっていう、まあ、普通にね、バードクラスなくてもジャンドとして使うことができる、めちゃくちゃ強いコンボになってるので、まあ、その辺も含めてもね、見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は、今6本やって5勝したのか。そうですね。結構相当高い、まあ、なんか、勝率叩き出したんですよね。うん。まあ、基本的にね、バードクラスとか入ってるとはいえ、いきなりカレイン払われとか出すだけでも相手爆破することもあったので、はい、非常に使いやすいのかなと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープレイですね。バードクラスからスタートして、まあカレインまでは OK ますかね。いや、トブラーまでいけるか。そうですね。カレインからトブラーまで行くことでいきますね。相手ナヤカラー。ナヤカラーの、狼男っぽいですね。まあ、とりあえずバードクラスを置いていきましょう。まあ、向こうがね、狼男ならこっちも狼男ですわ。ええ。まあ、とりあえずトブラーから置いてあげていいかなと思います。その後はフロリアンとラヒルダまで行けますかね。うん。おっと。まあ、とりあえずバードクラスはね、レベル2にしましょう。1マナ、ジャビのビールとか持ってそうですね。まあ、とりあえずカレイン置きます。向こうにこっちの方が一回り二回りサイズがでかくなるので、まあ、非常に戦いやすくはなるのかなっていう印象です。ノブタルタールはもうちょっと後に残しててもよかったかもしれないですけどね。うん。赤白で、これは追放されますかね。いやまあ、バードクラスが追放されなければ、フロリアンとラヒルダまでいけるので、まあ、まずはフロリアンから出して、ノーグタールナールとかは殴っていく感じになりますかね。うん。ここで名前が。何の聖戦士、祖母か。祖母の聖戦士が出てきたとしても、なんとかなりそうではあります。うん。まあ、相手が何もしなければ、フロリアンだけ出して、トブラーでぶん殴る。じゃ、ノーグもかな。うん。トブラーとノーグでぶん殴るで問題ないと思います。どうせ向こう殴れませんからね。うん。まあ、とりあえずフロリアンを置いて。
まあ、ノーグとトボラー殴りましょう。これでワンドローと10枚オープンかな。なんかいいのあるかな。あー、でも土地拾っとくのもありかな。そうですね、土地拾っといて、バードクラスのレベル3まで持ち込めるようにしておきましょうか。で、このターンはメイフの掌握が出てるので結構楽になりそうかなと思います。これ大体で投了ですね。グッドゲーム、大体ありがとうございました。敗退戦よろしくお願いします。先手でカレンハラーネはキープできてるんでキープですね。このデッキの分の動きの一つかなと思います。やるめかい。まあ黒でいいかな。カレン置いてで、ハラーレ、ラヒルダとかまで行ってもいいかなと思います。全体時価としては6マナ前飛んでこないんでしばらくは大丈夫です。ジャダー、ジャダー今バグってませんでしたっけ。確かジャダーね、収容セット開始時にフランゾンビがいる数だけ出てくるみたいな感じになってるんで、バグでアルケミー限定なのかどうかはちょっとわかんないですが、まあそういうバグがあるってことだけ覚えておいてほしいかなって気もしますね。まあただサイズ的に結構いい感じにはなりそうかなって思います。うん、少なくともハラーレしばかない限りは永遠とね、サイズがでかいカードを速攻で投げ続けることができるんで、こっちで頑張りましょうか。バードクラス引けるとすごい楽なんですけどね。純粋にサイズが上がってくれるんでバードクラス引けると楽なんですが、いくなとげさし、フランゾンビはまだ出ないのでまだ問題なく動けるかなと思います。あとハラーレも殴っていいですね。うん、ファーストストライク持ってるんでカレインしかとげさしでブロックで破壊されることはないかなって気がします。まあ今回は黒置いてラヒレダですかね。まあラヒレダにサイズアップして全員殴っていいでしょう。トゲ刺しはカレーンしかブロックすることができないので、まあそっち側で問題ないかなって気もします。全員ファーストストライク持ってますからね、あらあれも。うん、こいつね、書いてある効果がね多すぎてわからんという非常にありな特性を持ってるので、エンド。このまま4コスラスボだと落とせるカードはないはず。そうですね、X3 の食肉鍵でも落とせないので、トゲ刺し。はい。これは、追加で農具出してぶん殴ったらいけそうかなーって気もします。グラスブとかがない限りは、なんとかいけそうですけどねーと思いましたけど。でかいとこ止めだから、そうですね、農具出してグラスブで勝ちでしたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。バードクラスはないんですけど、234で動けるんで、一応キーパーできそうなんですかね。そうですね。まあ、赤緑から入って、赤置いて、ノーグ、グラークマウ、ハラーレで問題ないかなと思います。うん。まあ、先手の分の動きができると、あっ、な。いや、これは軽いんです。はい。次、相手がジュワー島が嫌なんですよね。ただ、一番強い動きとしては、ハラーレをぶん投げるのが一番強いので、ジュワー島を構えられるのが一番嫌ですが、サリアならこれは人間デッキですかね。ハラーレでぶん投げましょう。はい、ゴー。次のターンは、グラークマンかな。嫌なのが、狼男の人間、粗暴な先生ですかね。それがない限りは、これ、バントパーティーとかだったりしますかね。カリアにサイズアップされようが、一切関係なくぶん投げれるのはこのデッキの強みなので、はい。ぶん殴ります。13点なので、さすがに重いとは思うんですよね。
てか相手詰まってますね。言うて私は年しか引いてないのであれなんですが、初動から農具しか変わってない、いや農具すら変わってないね。彼に引いたか。おい大戦で投了ですね。グッドゲーム大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープはできるのかな。 2,3 の動きがあってフロリアンでのリソース回収とかも一応できるんで、まああのフロリアンでのリソース回収そんな強くはないですけど、今の状態だとね。まあ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 、農具から入るよりはさすがにラヒルダから入る方がいいかなと思います。農具はね、バードクラスを積もっ、なるほどね、バードクラスを積もった時のフリースペルになるんで、できればこっちが残したかったんですけど、ただねこれはプレミしましたね。こっちから浮いていけばトップバードクラス積もった時にバードクラスから入れたんでプレミですね。はい、まあバードクラスでいいかな。このターンは殴んないので、うん、マグナをさすがにブロックした方が強いですからね。でグルールであるってことで、まあこっちのね、サイズが純粋にでかくなりがちっていうのをね、生かしていこうかなと思います。うん、ここラヒルダは破壊されても問題ないかなと思います。まあバードクラス起動してぬんかんぬんって なるかなって気もしますし、てかマグナ殴んないでしょ。ただ4番のためにフォームズつければ全然ありだとは思います。ラスラダス、なるほど、まあそれならバードクラスレベル2フロリアンまで出します。次で殴りましょう。ファーストストライクなんでね、うん、まあこれは結局使えないので、農具まで出します。1枚はね、うん、農具まで出しておくと、まあ次の動きとかでも一応動けはするので、あとはまあ安らマグナ自体は揃ってますけど、純粋サイズで絶対に押し切れるんで、うん、あとフロリアンもラヒュリアンもファーストストライク持ちですからね。宝物作って4マナ、アーリンさんとか出てきても特に問題ないかな。あ、真っ先の方くん。あんま関係ないですね。無理で。ここ2枚殴っていいです。はい。土地詰まってるっぽいですね。ここもう1枚土地引いてバードクラス使いたいので、フロリアンブロックは、一番良くないのではという気もしますが、ただこれ農具、まあ倍にしてもよかったかな。そうですね、あ、まあそうか、86とかありますもんね。うん、これはバードクラスレベル3にしてエンドでいいと思います。うん、ラヒルダさんが狼になってくれる、まあ恨みになってくれるので、このまま連打とかもできそうですね。うん、純粋にダブルストライクは強いですしね。1,2,5マナまで、まあ黄金化出てきてもそんな問題ないかな。そうですね、うん、黄金化出てきてもそのまま殴って落としきることぐらいはできるぐらいのパワーはあるので、あ、腹荒れ。まあ純粋にサイズ上がっちゃうのでちょっと嫌ですけど、ただこっちの方がサイズめちゃくちゃでかいのであんま問題なく動けるかな。拒否でわざわざやる必要ないですね。私の方が勝ってますね。農具追加。これは、農具で問題ないかな。いいですね。こっち残しで。まあ、これは、とどろく叱責を、まあ、腹荒れで。んー、まあ、土地は置いて。これは、農具も殴れるか。うん。はい。この農具ブロックされても関係ないんで。うん。ほい。ほい。狼偉いですね。
こっちもこの紙使ってあげましょうかね。ただこれはブラックマウでいいかな。うん、狼ブラックマウ、まあ、このフロリアンはどうでもいいですか。で、農具は次のターンかな。うん、農具0こそ2枚ドローのスペルになってるんで今、大体6マナ分飛んできても特に怖いものはあんまないかなと思います。これ対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていて分かる通りね、基本的にはまああのバードクラスからレベル2にして、まあカレインとかがほぼフリースペル、ノーグタルナールがフリースペルになるってところを活かして、まあバードクラスのレベル3でのリソース展開だったりとか、まあそれ以外にね、普通にあのカレインからまあフロリアン出したりとか、そういう動きだったりとかね、なかなか面白い動きはできるのかなと思います。うん、特にハラーレが絡んだ時だけのバリューがすごいですね。はい、相手が大体どのデッキだってもサイズ勝ちできるようになるっていうのは非常にでかいポイントなのかなと思います。はい、でまああのこのデッキはね、あの結構いろんな方向で遊ぶことができるデッキで、まあ例えば今後ともね、赤緑のレジェンダリーって増えるんですよ。はい、まあ今までもね、赤緑のレジェンダリー出なかったっていうことはあんまないので、赤緑のレジェンダリーはどんどん増えていく感じになるんですね。でまあそうなってくるとね、バードクラスの恩恵っていうのもどんどんでかくなるのかなと思います。はい、まあもともとはね、他にもいろんなカード入ってたんですけど、まあなんだっけ、赤緑の2ゴーストの速攻のやつとかね、含めていろいろ入ってたんですけど、まあやっぱりね、いろいろとできるっていうのは非常に楽しいポイントなのかなと思います。はい。特に今の環境って結構2点軸カードとかも多くて、バードクラスで一回りサイズ上がるだけで、この辺のラヒルダとかね、この辺のカードって取られづらくなるんですよ。はい。いや、結構でかいポイントなのかなと思います。はい。そしてね、まあやっぱり、まあバードクラスがなかったとしても、カレイン、ハラーレの動きっていうのは相当強い動きなので、はい、まだまだ他のデッキにも出張ができたりとか、例えばね、まあジャンドデッキ組んでカレインと、まあグラークマーとハラーレだけ突っ込んだ、まあ普通のジャンドミッドレンジ組んでもいいですし、はい、このデッキはね、結構アグロ性能が高い、まあバードクラスの爆発力っていうのが非常に高くて、まあミラー起こしたりとかジャンドミラーとか起こしたりとかするときの、まあサイズ勝ちがしやすくなるっていうのはこのデッキのメリットなのかなと思います。はい、またね、やっぱりこの辺のフロリアンだったりとかトボラーとか含めてもリソース回収っていうのは結構しやすいデッキで、まあ息切れっていうのもしづらいかなって思います。まあちょこちょこね、バードクラスレベル3にするとノーグタルナールとかね、めくっても土地しかめくんなくてみたいな止まり方があるんですけど、まあそれでも面白くはなるのかなと思います。はい、なので、まあ非常に面白いデッキタイプなのでね、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではー。